月刊イカジン編集長、サーファー高橋様。月刊イカジン編集長、サーファー高橋様。サーファーさん、お久しぶりです。今日はステッカーのプレゼントです。まだサーファーさんの番組を知らない方への宣伝になればといいなと、YouTube のアドレスと一緒に実写版のサーファーさんで作らさせていただきました。ということで、こちらですね。これがあの実写版の、あれで、ここにアットマークサーファーたかしって入れてるのが YouTube のアカウント名なんですけど、かっこいいステッカーできたよ。ありがとうございます。ヘナヘナちゃんにステッカープレゼントしたいので、写真を加工したいから、素材を提供してほしいと連絡したら、ヘナヘナちゃんの方も軍団でステッカー作ってプレゼントしたいということで、実写版はピーヌーから、ミッシーさんへの、ミッシーさんがの、軍団ステッカーはヘナヘナちゃんからのプレゼントになります。ヘナヘナちゃんもありがとうございます、ほんと。ありがとうございます。ちなみにステッカーにするにあたり、画質が落ちないように、ミッシーさんも軍団ステッカーでは付け足ししてくれたり、時間を使ってくれました。私の印刷関係の友達にも実写版サーファーさんが綺麗にできるように時間をかけてくれました。みんなに感謝で、みんなに感謝で、感謝で出来上がりました。みんなに配ってね。ガラガラヒロシちゃんにも貼ってあげてねって、車に今ちょっとガラガラヒロシがいないんですけど、あの旅行バッグですね、あのガラガラですね、あれに貼りたいなというふうに思います。いや、ほんと嬉しいですね、なんかね。なんかこういう、なんかちょっとしたサプライズ。まあ、ピーヌちゃんとか本を送って、サイコパスの本とかね、サイコパスなんだとかね、サイコパスの本を送ってもらったりとか、あとあれか、まあ、ノンアルコールビール炭酸水とかね。まあ、いろいろとこう送ってもらって、一応ね、今年の5月に、岡山でお会いして、すごい素敵なね、女性なんですけど、まあ、そういったところで、まあ、ヘナヘナちゃんと、ね、まあ、その一緒に行ったリスナーと、まあ、その岡山でオフ会やって、で、その後からずっとのお付き合いっていうかね、まあ、俺がいないところで、そのね、ヘナヘナちゃんだったりとか連絡取り合って、こういったことをしてくれて、形にしてくれたということに対して本当に感謝しております。本当ありがとうございます。こういうものがね、現場に来た時にね、これピーヌちゃんとヘナヤちゃんが一生懸命こうやって作ってくれたんだ、やで、って。で、これをプレゼントする。で、浅い場所来たら、まあ、このサーファー軍団、まあ、これ、軍団ってどうなのかなと思うんですけどね。俺だ、まあ、ヨシミさんがね、サーファー軍団最高っていつも動画送ってくるから、サーファー軍団のかなみたいな。勝手にサーファー軍団と勘違いし始めてる今日この頃でございますが、まあ、このように、まあ、形になって、そして、皆さんにお配りできるかなと。ね。でも本当嬉しいよね。これなんかビックリマンチョコじゃないんだけど、サーファー軍団っていうね、ここの、まあ、メンツにはですね、いっちゃんバナナ、そして、ほのぱんちゃん、そして、東北サブロー、へなへなちゃんに、よしみさんが写ってるね、写真になりますけど、これね。はい。本当ありがとうございます。これを作って、書いてる人もいるからね。ミッシーちゃんってね。本当ね。なんかの縁ですよね。ミッシーちゃんともね、もう何度か、まあ、一番最初に会ったのが去年の、春の統一地方選挙の八王子の辺で会いましたけど、ほんとこうやってね、ネットで知り合って、そしてリアルに、まあこう会ってね、で、なんかいろいろな語ったりしていくと、やっぱりこう、うん、輪が広がっていくのかなっていうことを、やっぱりネットでリアルへ、っていうことをね、信じながら活動して、そのように形になったっていうことは、やっぱりこの活動をやってて、俺は間違ってないし、すごく楽しいし、うん、もっともっとこの活動を続けていきたいなっていうふうに改めて思いました。本当、ピーヌちゃん、ありがとうございました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。